めでとうございます。僕、板倉庄司です。ちょっとお待ちください。あなた、板倉さんという方が。お、よう、来たか。お言葉に甘えまして。今度、うちの会社のデザイン部で採用した板倉庄司君だ。美術学校を卒業した優秀な男だよ。今度、我が社の戦力になってもらう。さあ、どうぞ。ねえ、今来たお客さん素敵よ。主人の会社の人たちとはちょっとタイプが違うの。いい雰囲気なの。滝ちゃん、見てらっしゃい。とにかく近衛さんに任せておけば大丈夫だよ、この国は。なんたって生まれ育ちがその辺の政治家とは違うからな。頭がいいし。そうそう、ここが違う。すっきりしなかった品の情勢もこれで型がつきますね、社長。うん。板倉が来たところで改めて乾杯するか。うん。それでは大日本帝国の果てを祝って乾杯。